モデルプレス2024年7月10日、7月27日、28日、東京都お台場の特設会場にて開催される音楽フェス、XD ワールドミュージックフェスティバルプレセンティドバイヨギボー以下、XD に出演する8人組ダンスボーカルグループ、マゼル・マーゼル。開催を前に、本記事では彼らの魅力とこれまでの活動を紹介する。写真 BMSG マゼルビジュアルチェンジがカッコ良すぎるマゼルスカイハイ主催 BMSG の新生デビュー約1年で躍進マゼルはスカイハイが CEO を務める音楽事務所 BMSG 開催のオーディションミッションかけるミッションミッションミッションから誕生し2023年5月17日にメジャーデビューもともと BMSG の練習生トレーニーだったランラン海流 海流、生徒、生徒の三人、そして一般公募から選出されたナオヤ、ナオヤ、竜旗、竜旗、タクト、タクト、ハヤト、ハヤト、エイキ、エイキの五人を合わせた八人で構成される。BMSG としては B、ファースト、B ファーストに続く男性ダンスボーカルグループの誕生であり、注目を集めていたマゼル。デビュー前にもかかわらず、プレデビュー曲ミッションが映画、 ダンジョンズドラゴンズ、アウトローたちの誇り、日本公開版テーマソングに抜擢され、舞台挨拶には大勢のファンが集まっていた。さらに、メジャーデビュー1ヶ月以内で、東京、ラインキューブ渋谷での初ワンマンライブ、マゼルデビューショーケースビビッドを成功させると、全国4都市の ZEP ツアーファーストファンミーティングプレイアットザムゼウム、 全国8都市中公演のワンマンツアーファーストワンマンツアー2 0 2 4ジョインアスインザパレードと規模を広げ着実にステップアップしてきた。マゼルの魅力は何と言っても B-My-Self グループ自分のままいられる空間をスローガンに掲げる同事務所のアーティストらしく一人一人際立った個性だろう。海流の圧倒的な歌唱力に直也や隼人の華やかなステージングは人を引きつける力を持ち 作詞も手がける英気のまっすぐに歌詞を届ける力や、隆起の爆発的なラップは心を熱くさせる。さらに、ラン、タクト、生徒はダンサーとして活躍した確かな実力でグループのパフォーマンス力を底上げしている。今回、XD の28日に出演するマゼル。事前の動画では、海流が、いろんなアーティストの方が来るのでいろんなファンに会えるのが楽しみなのと、 個人的には憧れのアーティストもいたりして楽しみです。と意気込みを語っている。他のアーティストのファンもステージを見終わる頃には個性あふれる8人の誰かが推しになっているかも。それだけの求心力を持ったステージが期待される。